聴者の皆さん、おはようございます。数日前、三井住友フィナンシャルグループの中央銀行で、共犯者二人と共に100万円強奪を実行した強盗犯、郷ひろみが警察に逮捕された。銀行から盗まれた戦利品はまだ見つかっていない。どこに隠したかは犯人しか知らない。しかし今のところ、彼は話したがらない。実際、あさっての月曜日には犯人は捜査官から尋問を受け、どこに多くの戦利品が隠されていたかを突き止められるだろう。そして、他の二人の共犯者の居場所は、銀行からの窃盗の最中、ちょうど月曜日のこのショットから見ることができる。どうだ、準備はできているか。ああ、よし。誘い上手なあの人に公園から出られると待ちきかろう。ゆとりの夜は寂しいと優しいふりをする。いっぱい飲むほどに心がほぐれて、二杯飲み干せば無邪気な噂話。三杯目のグラスに揺れるキャンドル